人とポケモンは共に生きる道をまだ知らない。舞台は翡翠地方、後に新王地方と呼ばれるこの地では、野生に生きるポケモンたちの生態はまだ明らかになっていません。それゆえにポケモンを恐れる人も多く、そんな人々が寄り添い合って生活をしているここ寿村から物語が始まります。あなたの目的は翡翠地方のポケモンたちを調査すること。この地方の調査を担う組織銀河団の一員となり、ポケモン図鑑の完成を目指します。調査はベースキャンプを起点に開始し、野生のポケモンをモンスターボールで捕まえていきます。ですが、簡単に捕獲できるポケモンばかりではありません。そんな時は手持ちのポケモンでバトルを挑み、相手を弱らせることも一つの手段です。翡翠地方のポケモンはその習性も様々。群れで暮らしているポケモンや、気配を察知するとすぐに逃げ出してしまうポケモン、逆に勢いよく襲いかかってくるポケモンもいます。中には自分よりもはるかに強力なポケモンもいるので、危険を感じたら逃げるのも調査を続ける上で重要です。傷ついたポケモンはベースキャンプに戻れば体力を回復することができます。そしてあなたの調査をサポートしてくれるのが銀河団の研究者ラベン博士。博士にポケモンの調査結果を報告すると、ポケモン図鑑に情報を追加することができます。図鑑の登録には捕まえた数、技を見た数など複数の条件があり、それぞれの項目をクリアするごとに内容が充実していきます。調査の本拠地となる寿村、ここでは調査の準備を整えることができます。道具を購入できる雑貨や、集めた素材で道具を作れるクラフトや、捕まえたポケモンを預けられる放牧場、呉服屋では服装を、散髪屋では髪型を変えることができます。気が向いたら写真屋でポケモンと記念撮影してみてはいかがでしょう。そして寿村にはあなたが所属する銀河団が活動拠点を構えています。銀河団団長の伝木、調査隊隊長の島星たちのもと、ポケモンの調査を重ねることで団員としての評価が上がり、まだ見ぬ地域へと調査の範囲が広がります。翡翠地方には不思議な加護を受けた特別なポケモンが存在し、その中にはあなたを乗せてくれるポケモンもいます。ポケモンの力を借りることで調査範囲がさらに広がっていきます。そして翡翠地方で人々から敬われているキングと呼ばれるポケモン、謎の力によって突如暴走し、あなたの前に立ちはだかります。対抗する策は沈め玉と呼ばれる特製の道具、強力な攻撃をかわしつつ、手持ちのポケモンと共にぜひ挑戦してみてください。
雄大な大地と、そこに潜む野生の脅威。そして幻のポケモンアルセウスとは。翡翠地方で紡がれる人とポケモン、その始まりの物語、ポケモンレジェンズアルセウス。